ぞましい姿だ。これが暗闇で聞いた声の主とは。わしを覚えておったか。忘れられようか。タイタニアの先王でありながらその民をむさぼり食らう化け物。そしてあろうことか我が祖父。子ぐらいの鬼とも付け出せ。まさか父上を。我が三口は何人をも分け隔てなく飲み込んで荒に救うシレムシの晩餐としておる。その剣を託したところで私の気の迷いが生んだ小さな善意も役には立たなかった。父と同じくこの剣でお前を葬る。代々の王のように血縁によって討たれる定めをたどれとでも申すか。だがそううまくはいくまいよ。わしはすでに。Thank you.
Huh!
Hey!
Thank you.
真の像をえぐろうと頭蓋を砕き中身を散らそうと、あの女の呪いが寄生虫のように世の体内を這い回り、元の惨めな姿へと戻すのだ。悪夢だ。永遠に腐った体で苦しむようにとオデットがかけた呪いだ。それが過ちだと気づかずにな。ダーコーバの秘術で呼び込んだ武田家しい闇の木は、その痛みすら快楽へと変える。では女王オデットはすでに。察しがいい。不死の力を取り払えるのはあの女の力だけ。だがそれも過去の話。世は今や倒せる者なき不滅の存在となった。我が祖国もこれで最後。お前の相手もここまでだ。そのちっぽけな肉もこの腐った胃袋に収めれば、謹慎を食らう背徳が五体に閲落となってかける。あなたは姿だけでなく心までも。そうだとも。かつてこの国で望まれ、今や最も恐れられる獣となったガロンの一部となれ、コルネリウス。